はあ、ぼったくり？言いがかりはやめてもらえます？そんなこと言ってただ飯食らおうとしてるんじゃないですか？こんな金額ありえないでしょ。ドリンクとスイーツしか頼んでないのに。困りますよお客さん、食べた以上は払ってもらわないとね。でもこんな金額払えないよ。あんたたち高校生だよね。学校は親御さんに連絡して払ってもらうよ。ぼったくり？違法に高い会計を要求する店。ふぅ、今日の授業やっと終わった。ねえ、これからどこか遊びに行かない？うん、いいよ。どこ行く？そういえば最近新しいカフェができたよね。もともと夜はバーのお店なんだっけ。すごい、大人のお店だ。行ってみたい。バーは夜だけだってば。今場所調べてみるからちょっと待ってて。あった、このお店だ。この場所なら近いね。よし、早速レッツゴー。あー、でも待って。ん？見てこの口コミ。とんでもないぼったくりバーでした。二度と行かない。ぼったくり？大丈夫かな。二人とも何やってるの？早く早く。何も起きないといいけど。ぼったくり。パンケーキ780円、パフェ550円。よかった、普通の値段だね。うん、これなら普通に頼めそう。あ、すみません、私このパンケーキください。パンケーキふわふわだった。幸せ。こんなに美味しいならまた来てみたいね。いいんじゃない、別のメニューも食べてみたいし。あ、すみません、お会計お願いします。はい、パンケーキ2つ、パフェが1つで、お会計は1000万になります。え、1000万円？ちょっとそんなわけないでしょ。レジ壊れてるんじゃないの？あー、壊れてないですよ。金額は合ってますって。じゃあどうやったらそんな値段になるの？あー、めんどくさい客だな。まず席料が50万でしょ、お部屋が100万で。は？何その価格設定、ふざけてるわけ？そんな法外な値段許されないよ。はあ、許されないのはあんたたちだろ。食べた以上は払ってもらわないと困りますよ。なんだ、食い逃げか？あんたたち高校生だよね。学校は？親御さんに連絡して払ってもらってよ。それは家族に迷惑をかけるのは。でも1000万なんて大金持ってないし。1000万でいいの？え？会計1000万でよかったんだよね。口座から引き出してきたよ。いくらあかりちゃんが大金持ちとはいえこんな大金を用意できるなんて。おい、こりゃ夢か。払えないからって偽物を用意したんじゃねえだろうな。ちゃんと本物だよ、確かめていいよ。じゃあ遠慮なく。この透かし、間違いない本物だ。おお、この金全部俺たちのもんってことか？お金はこのケースのまま渡せばいいかな。バラバラだと数えるのも大変だもんね。ちょっとあかり、本当に渡していいの？え、なんで？だってこのお会計明らかにおかしいよ。おかしい？何をもたもたやってんだ、早くそのケースをよこす。え？やだ、たーくんたらこんなところで。いいじゃん、ちょっとぐらいな。もうしょうがないんだから。どいてどいて。あ？キャン！え、何？アタッシュケースが勝手に動いてる？ごめんなさい！失礼。待て、俺の金！はぁ？確かこの辺に。くそ、どこ行きやがった俺の金！あのケースってやっぱり悪魔だよね。だろうね。突然足が生えて逃げ出すなんて悪魔以外に考えられないよ。あ、見て、あそこ。ねえ、ちょろちょろ逃げて、ラッチが開かないよ。
こうなったらみんなで二手に分かれて挟み撃ちにしよう。じゃあ俺たちはあっちに。うん、お願い。よし、行ったね。これなら変身できるね。暴れんな、クソ、こいつ。行くよ、みんな。風よ、あの人たちの目をそらして。お、なんだ、いきなり風が。いけ、目が、目にすらな。水よ、かの者からケースを奪え。今度は水。お、スーツケースが。あかりちゃん、今だよ。うん、ありがとう、二人とも。何が起こったんだ？ん？お金が。おー、俺のお金が。集めろ、早く。あー、悪魔の本体はダッシュケースだけだったんだ。お金は本物だったんだね。そこで何をしている？こんな大金、何があったんですか？なんでもない、サワルだ。全部俺たちの金だ。俺たちが稼いだんだ。あなたが。失礼ですが、どうやって身元を確認させていただいても。それは…はいはい、心配しなくても大丈夫ですよ。そのお金、さっき私がお会計で渡したんです。あ、そうそう、だから間違いなくその人たちのお金ですよ。あ、愛ちゃん、どうして。いいから、いいから。お会計？でもこれ、ざっと1000万近くありますよね。女子高生がそんな会計を迫られる店と。ちょっと署でお話をお伺いしても。やめろ、違うんだ、話せ。はいはい、話しますよ。署に着いたらね。なんだかよくわからないけれど、ぼったくり店員も捕まったし、結果オーライってとこかな。ちゃんとあの人たちに払ったお金なのに。本日の結果、あかりたちの勝利。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。あなたも魔法少女になろうよ。